よろしくお願いします。時間が20分と、限られています。そこで、最初にちょっとお願いで、こういう冊子が入っていると思います。基本的にはその教育に関してはこの冊子で京大学の特徴が、結構うまく時間ずさんで恐縮ですがうまく書かれていると思います。で特にお願いしたいのは今年から、初めて、これ定談というべきなんですが対談というのが2ページありまして、これにはその理学研究科の久下先生という女性の先生それから、人間環境学であり心の未来の先生であるカール・ベッカス先生という、これある意味、今の京都大学の教育の特徴的な女性を重視したいということとそれから外国人を含めた国際化というのの象徴的な人物に加わっていただいて私で3人で定談をさせていただきました。字がずさんで本当恐縮ですが結構読んでいただくと面白いと思いますのでぜひご覧いただきたいと思います。でその後いろいろ教育の特徴が書いてございます。で本来ですと、それを丁寧にというふうに思うわけですが、時間の関係でもう本当に走りながら行きます。で今総長はこんな顔をしております。でやっぱり、総長が特に今申していることは世界の中のリーダーとなる素質を育むということを非常に、強調しております。そして、基礎学力を身につけると、これが総長でメッセージで、もう一つ今こういう本にも京都大学の建学以来の精神として、対話を根幹とした自学自習という言い方、あるいはその初代総長が、言った言葉自重自敬という言葉がこうございますが、それを模して総長はさらに自徳自発自教自短自治と、自分で懸命に自分を鍛えてそして自分に自信を持てる、これは真ん中飛ばしましたが、人間になってほしいというメッセージを出しております。で、私どもの特徴はもう一回後で出しますが学部は10学部あってそして大学院が、こんだけあります。そして、私どもの大学の特徴は当然総合大学なんですが総合大学というのは大体日本の総合大学というのはかつての学部自治あるいは部局自治という伝統を、持っておりましていろんな、教育研究に関してそれぞれの部局が独自で行うという伝統がございます。ただこれがいろんな意味で今大きな転換点に来ているということをぜひ申し上げておきたくてこういう催しもそれぞれの学部でそれぞれ少数来られた先生に個別にパーソンとパーソンで説明情報を提供したらよかった時代からやっぱり全学単位でこういうことをやろうという趣旨がで始まったものであってその背後には私どもの大学の全体としてで対外的には外からはやっぱり京都大学という一つのボディとして全体を見るという傾向がありますのでそのことを意識していただきたいというのがこの開催趣旨の一つです。でうちの大学は当然ご覧のようにすごいたくさんの大学院がございます。さらに本学の特に大きな特徴は、研究は当然でありますが教育についても、研究所群が、多くの特に大学院教育なんですが、研究教育を支えているという特徴があります。で、この仮についてはその特段、いちいち詳細説明しません。こういうふうに載っておりますので、で特に東京大学のとの違いというのは東京大学は最初の2年間で教養学部というところで特に専門の学部を決めないで、勉強するという仕組み、しかしうちはその都の大学の大部分がそうなんですが総合大学、専門科目を、少しずつ後で勉強する、で最初は全学共通科目という教養科目を勉強するというこういうシステムになっております。でしかし実際問題、そういうことに伴っていろんな問題が発生してきているということは、否定できません。で特に私が一つ強調したいと思っていることは
あんまり皆さんおっしゃらないんですが、日本の大学っていうのは、まあ、実は韓国、中国そうなんですが、入り口をしっかり絞っといて、で、まあ、割と出口を緩やかにするという傾向が伝統的にありますね。で、ところが欧米型は入り口比較的簡単、先だってもびっくりしたのはドイツでは結構ある本当の最低限の学力さえあれば結構好きなところへ入ることができます。で、その後出口でコントロールするという仕組みですね。で、この違いが大学の教育のあり方に及ぼしている影響はとても多い。で、おそらく今日本はそのアジア型、日中韓から欧米型に転換をという方が、特にアメリカで教育を経験した方を含めてすごい多い。で、それでだから一言で割と簡単に入り口が簡単でいいから、逆に言うと一はその他の大学とも同じなんですが、入試にすごい力を入れています。で、このことはあんまり言われていないんですが、そこで厳格な選抜を行うということをやっているわけですね。で、これは日本の大学の特徴です。しかしそうじゃなくてっていう議論があって、それは適当でいいから、まあ適当っていうちょっと言葉あるけど、いいから入ってちゃんと勉強しない子をどんどん落とすようにしたらいいっていうご意見がございます。しかしそれには実はいろんな作業が必要です。それは当たり前で、単位の実質化、つまりいい加減な教育をしといて勉強したもんだからがどうぞ勉強してくださいというやり方でやっていると、今の出口を、で入ったあとコントロールするって非常に難しい。だって厳格にやろうとすればするほどいい加減な採点をするとクレームがつくのは当然であって、で入り口絞っといてあとはとにかく好きなように勉強して出てくださいという仕組みだったら、そんな入った後好きなように勉強させればいいわけですから、そのことで京都大学特にかつては、あんまり教育に力を入れないで先生方が研究する、で研究することを、学生が見ながらそれが教育だという言い方で済んだわけですね。しかし今大きな転換が来ているので、そういうことが今問題になっています。で、一番象徴的な事例は2単位の前期なら前期を15コマやる必要があるかどうかということを、もう先だってからけんけんがくがく議論をしております。で、まあ、このことだけで1時間ぐらいかかるので省略しますが、そういう問題があります。で、次、今回から設置基準が変わりまして、キャリア教育、つまりこれは今回の主催していただくセンターの松下先生 お見えですが、あるいは溝上先生なんかが、調査しておりまして、それは先生、将来の自分の将来像をやっぱりしっかり描いている学生の方がやっぱり単位の、取得状況あるいは成績もとてもいいと、だからもうちょっと先の見通しをっていうことで本学も結構やっているわけですが、それをしっかりやるようにという義務化が進みめでいます。で、うちは後で紹介しますが、大学院の進学率は全体としては 60% で、2人に1人以上は大学院に行きます。そうするとキャリア教育のあり方というのは基本的には一番やっぱり社会との相対的な関係でいうと難しいのは、ドクターを取った学生にどういうキャリアパスを描かせるかということが課題で、これも従来あんまりとにかく大学に行きなさいって勉強しなさいってあとは知らんというそういう感じでやってきたのはやっぱり大きな転換を求められているということです。で、これも今いろんな欧米の事例も調査検討しながら、いかにその大学院に行った学生にキャリアの見通しを立てさせるかということで大きな今発想の転換が進んでいます。で、これも、報告者が間もなく出ますが、ぜひそういうことにご関心を持ちいただいて考えていただきたいというふうに思います。それから、学生自身の品質、質が変わってきています。で、まあ、実は今日も途中私が抜けるのは、またしても音楽でまだ分かりませんが処分が必要な学生の可能性が出てきています。で、女性の人権を侵害する事件あるいは薬物汚染の事件等々が、ここ、1年ぐらいで本当たくさん頻発しておりまして、
まあ、それで実は後でご紹介しますが、初年次教育というのを始めて、で先だって4月には、今日後でお話しいただくメンタルヘルスに関する、お話を青木先生にしていただきましたが、加えて今日はお見えではないんですが、法令遵守の教育っていうのを、まあ、コマを設けてしていただきました。でそこでその話が出たのは当たり前なんですが、あえてこういうことを言う必要がある。それは、京都大学に入学したということは学力的にはある程度高いということを保証する、さっきの入学試験で保証する証明をしたということになるが、当たり前ですが人間として立派であるという保証を、示し、あなたは示したわけではないと、当たり前ですが。で、そうすると時々なんか変なことを言う人がいて、人間としてまともかどうかを審査しろという人がいますが、そんなんできるわけないと思うんですが、そこが入り口重視 の、 あの教育の限界だと思いますね。で、医学部では面接をしていますが、本当に医師に適正かどうかを面接で評価するとは至難の業だと思っております。まあそれはちょっと置いといて、とにかく学生が今そういう意味で、高等学校の教育で、私今入試の説明会というのを全国で回ってやっている、高等学校の先生方、さらには受験生、さらにはそれに最近増えているのは、その親ですね、が来られてそういう方に説明します。でちょっと驚くんですが、ある県の教育長が、うちの県は東京大学の合格者と京都大学の合格者を比べるとどうも最近、両方が同じぐらいしかいないと、もっと東大をたくさん合格者を増やせというような教育をしているという話を聞きました。でそれが象徴的であり、高等学校がやっぱり地域に非常に偏重して有名大学に入れるということを一つの成果として、高等学校の先生方の出世にも影響するというような事態が生じている中で、これは日本全体の、今言った、まあ、象徴的な表現で恐縮ですが、教育の専門家には叱られる表現ですが、地域偏重、やっぱり人間としてある程度、正しい人格的にまともな法令遵守をし、他人の人権を蹂躙しないといったような教育が今大変求められているということです。でその関係で教養教育も強化するっていうことで、まあ、そういう内容について本学はどういうことをやっているかっていうのがこの冊子に書いてございます。で時間の関係でシラバスの話は省略で、今言ったようなことを含めて先生方にぜひ全額でお願いしたいと思っていることは、このポケゼミの充実ということです。で今さっき申したように、一方で全体に対して、まあ、自己教育、カルト対策、人権、こういったものを今年から始めました。メンタルヘルス、コンプライアンス以外にもこういうことを始めました。で来年度以降も、それを充実しようと思っています。でそれに加えて、このポケゼミというのは結構、そういう学生諸君の、人格的な成長も、含めてかなり効果があるということが言われる。それからもう一つは国際的な展開で、これは必ずしも現状では多くはないんですが、何としても国際交流科目っていうのを、充実して海外に研修する機会を、与え、それによって視野を広げるっていうことが、まあ、あの今言ったその人間の教育っていう観点からも重要であるというふうに考えております。外国語に関しても言うまでもありませんが、留学生を拡大するということも今非常に重要な流れとして考えておりまして、経由プロファイルっていうので、今回お見えの先生方の中にも、こういう経由プロファイルにの事業のために採用された先生方もおられるというふうに思っております。で、さっき言ったように本学は、これは高校生用の資料で恐縮ですが、本学は 60% の大学院進学率をです。で、学部によって相当違いますが、まあ、そういったことも視野に置きながらっていうのは あえてここでは申す必要がないかと思います。で、本学はさっき冒頭申したように、京都大学の評価っていうのは、
教育分野についてはそんな高くはないんですが、学長からの評価として、研究面では1位でありますが、まあ、教育面ではそんな高くはないんですが、この内容をもうちょっと細かく、朝日新聞の内容をチェックしていくと、音楽は非常に、まあ、ある意味ユニークな教育をしているという評価がされております。でそういうこともご説明、しておきたいと思います。で最後おまけですが、さっき言ったように国際化がすごい大事だということを示す資料でありまして、2004年は270万人で、10年ぐらい前は100万人程度だったんですが、2倍以上に留学生が世界中では増えました。ところが日本では今海外に留学するこの10年間で学生の数は減っておりまして、この国際的なシェアをっていう点では非常に難しい問題を抱えているというふうに思っております。最後に私たちやっぱり、私はこれは個人の見解です、大学の見解ではありませんが、最後ちょっとおまけでご説明したいというふうに思います。それはやっぱりどうしてもお金優先で物事を考えるアメリカモデルっていうのが教育の分野にも入ってきております。である程度それは考える必要があります。どうしても親の要請は、一番今関心事は大学に入った学生は就職が良いかということをすごい判断します。でそれに対して私たちはそうじゃないですよ、そういうことが問題じゃないでしょうという反論はできます。反論はできますが、しかし他方で私どもの大学はあんまりそれ以外のことを考えないで、修士行かせて、修士からドクター行かせて、ドクター行った後必ずしも期待した職に就くことができないという学生がかなり増えております。でお金ではない、お金ではないが、大学で得た教育成果を社会に対してどのように還元していくかという観点から、大学の教育の在り方も、考え直す必要があるというふうに思いますが、皆さんいかがでしょう。最後の話は私の個人的な見解でございます。そういう個人的な見解も含めて、最初のそのベッカー先生と久下先生との対談にいろいろ話をしておりますので、お願いです、くどいようですが、全体はもう読まなくても結構ですから、最初の対談、結構本当自分の言うの変ですが面白い発言が久下先生、ベッカー先生からありまして、京都大学の特徴を非常に象徴的に表現していると思いますので、どうかお読みいただきたいと思います。これで私のイントロを終了させていただきます。どうも。